大輝さんの修理をお願いします。いきます。ではまたお願いします。はい、ありがとう。こいつです。やっと聞こえた。ガチで今日本当いないですね。何が？あの BFC 女性が危ない。うわ、危ない危ない危ない。いや、さっき話してたんですよ、あのクリスマスさんの人と、うん、あー、そうなんだ。女性いないっすねっていう話って。いないよ。寂しいっすね。そう、あんま感じない感じですか？え、まあまあ寂しいは寂しいけど、それはなんか店員の俺からはそんなに。ああ、そうそう、やっぱその男性客の方は寂しいかもしれないけど。そうっすよね。うん、俺らはただ車を直すだけだから。かっこいいようなこと。大輝さん、シャンメリーなんで。シャンメリーですよね、これ前もらったやつ。今日も配ってるんで飲んでください。ありがとうございます。寂しくグビグビ飲みます。ちょうど喉乾いてたんで、泣きすぎて。なんで？涙が枯れちまうよ。クリスマス寂しいじゃないですか。私は無理してきてますけどね、ここに。無理して出社してますからね。本当は予定あったけどみたいな。いや、もう本当はね、山積みだったんですけど。山積みだったんですね。なんか BMC に誰もいないという緊急性を大事にしまして。ああ、なるほど、さすが仕事人だ。いや、そうなんですよ。もう心を殺してきましたね。いや、今日俺だって6時ぐらい車直そうと思って来た瞬間、誰もいなくて、と思ったもん。いつもいるのにと思って。ねえ、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。また来ます。いや、あ、じゃあずっとワンオペだったんですか？めっちゃ忙しくなってた。うわ、お疲れ様です。一時的だったけどね。一時的にバーッと来て。じゃあ俺もクリスマスウッドマンにならなくちゃ。そうね。よし、よし。いや、すいません。あれ言うと、まあ、マジで見事に女性誰もいないって。まあ充実してるんでしょうね。いや、なんか、いや、大佐が充実してないって言いたいわけじゃないんですけど、まあ24日ですからね。まあこれ、まあこれはね、もうちょっと得たい話をしますけどね。はい、まあ多分こんなところで配信するんじゃなくて、はい、個人で配信してファンサをしてるんだろうな。なるほど、なるほど。ここだとね、その衛星感、まあ、衛星と言わなかったその時は視聴者と向き合えないと思うんでね。そうですね、うん、確かに。まあこういう忙しい時期の時間を縫ってきてくれてる方ですからね、それはまあそういう対応が正しいんでしょうね。そういうことやな。いや、そうそう。全然増えねえな、マジで。最近大佐の口から株のことしか聞かないですけど。今日女性陣はいないんですね。ええ、ええ、何か問題でも？いや、ただの日曜日なのにおかしいな。ただの日曜日なんですけどね、たまたま今日は、ええ、いませんね。ええ、なんかうちもそうなんですよね。あ、そうですか。ただの日曜日のはずのに。ええ、ありがとうございます。クリスマス、シャンメリーなんで。何ですかクリスマスって。クリスマスってなんか外国の何からしいですよ。あ、習わしみたいな、うん、習わしみたいなやつですね。じゃあうちからも、はい、どうぞ。ああ、うんこですねこれ。はい、ウッドさんもどうぞ。はい、ああ、ありがとうございます。ああ、うんこですねこれ。はい、うんこです。まあ、何言ってるか分かんないと思いますけど、多分女性陣はね、あの自分のファンと向き合う日なんだと思います。自分のファンと向き合う。なるほど。多分ね、うん、この街だと向き合えないんで。そうですね。ああ、なるほど。多分向き合うんだろうなって私は想像しています。なるほどね。やっぱ女性は向き合うことも必要なんですか？向き合う時が大事なんでしょうね、はい、じゃないとチキンが冷めちゃうんで。木星マンさんとかウッドマンさんは向き合わなくてよかったんですか？我々はそうですね、チキン出さないんで。そうです ね、 ね、そもそもチキンなんか食べないんで。なるほどね。クリスマスにチキンなんてね、食べてたらチキン野郎ですよ。いや、そうですよ、我々そんなチキンじゃないんで。そうです。ええ、正しくズバッと胸張ってこの街にいます。そうですね、まあ、実は昨日ウーバーで頼もうとしましたけどね。軟弱者。そしたらやってなかった。やってなかった。やってなかった。忙しいからやってなかった。ざまみろ。最悪だった。え、じゃあチキンの代わりに何頼んだんですか？
ナゲットチキンナゲット寄せようとしてる頑張って俺ファミチキ食った好きよ。ああチキンだ、チキンだ。そうか、今日そういう日か、忘れてた。しくじったな。え、たまたまね、俺も忘れてたんすよね。いや予定入れんの忘れてた。あ、本当は行けたのにみたいな。いやミスったわ。ああ朝さ、はい、夢の中で、はいはいはい、仕事に行く前に、はい、コンビニに寄ってさ、はい、何にも考えないで、はい、お腹減ったからファミチキ食べようと思って買ったんだよ。あの時、はいはい、店員さんはあって思ったのかな。無意識に買ったんですね。無意識、もう完全に無意識。あールーティーみたいな感じで、ね、朝の6時ぐらいだったから、はい、なんていうの、置いてなかったのよ、ホットスナックが他に。はい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 、はい、でも確かに言われればおかしいのよ、他のホットスナック全部ないのに、はい、なんでチキンがあったか。しかも今の時期多分ちょっと安くなってたりしますからね。そうな、めちゃめちゃ積んでありますよねファミチキ。しまったな。見事にやっちゃったな。バレンタインデーの日になんか考えずにチョコ買うぐらい辛いわ。なんか意図せずなんかチョコ食うかぐらいで買って、あってなるやつや。いやでもその後チキンナゲット頼んだんですよね。チキンナゲットは昨日だから。あ、昨日か。昨日だ。ウーバーだし顔見られてないから。ファミチキは店頭だからね。あ、なるほどね。店員さんには、あ、この人クリスマスだからチキン買ってるんだなっていう人になってた。そういうの大事にするタイプなんだみたいな。やられましたね。やられたわ。忘れてたもんマジで。いや、雪道意外と強いんだよな。よーし、治った。治ったから。あ、おはようございます。あ、おはようジェフ、おはようございます。あ、おはようございます。あ、花ちゃん、おはよう。あ、花ちゃんともおはよう。今日なんかめちゃくちゃすれ違いなんだけど、めちゃすごいんだけど。花ちゃんに会いに来てる人いたよ。そう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 、ティモンリーチ。違う、ちょろそうなやつが会いに来てたよ。なんかカモみたいなやつが、うん、ヒロミッチーが、いい方、いい方、いい方。ヒロミッチーが来てたよ。来てた、来てた。あー、女の子がいっぱい来た。女の子がいっぱいだね。これを求めてたんでしょうね、みんな。はなちゃん、いるかなって。我々は、オッケーオッケー、いや、いや、